はい。ひとつき万擦清水です。ということで、えー、今日もお送りしていきたいと思います。はい、あの、髪の毛をくるっとしたひ田さん。はい。え、ね。あの、もう NTT。ね。NTT 問題。NTT 問題。もう、これはね、今日はね、IT 業界に、うん。身を置いてきた人間として、はい、うん。物申すってやつですよ。おなるほど。えー、さらに言うとですね、はい、インターネットを使ってる皆さん。うん。ね。これ、これはインターネットじゃないと見れないからね。はい、そうです。はい。 要するにですね、日本から逃げる準備をした方がいいです。もう大問題ですよ、これ。いや、でも結構、結構、あれあれれって感じですよね。これをですね、楽天の話も絡んできています。で、楽天の うん、ところにですね、うん、中国資本が入ってるって知ってましたというこで清水さんとの今回の番組を撮るためにいろいろ清水さんからもらった資料を参考にして初めて知りましたはい、はいえー、今回あ,のあんまりメディアが取り上げてないんですけども、うん、文春さんがですねやっぱり武田亮太さんがね国会でね「NTT、うんうん、と飯食ったの?」っていうふうに言われていや「国民に疑念を抱かれるようなあの飯は食ってません」っていうふうに もう何,もう何十回それ言ったんだよって言ったら <laughs>、うん、文春が「はい」ってこう出してきたっていうそう,、ね、そういう記事が本日発売されましたはい、はい、まあ、それをねあのー、自身をこの見るのは別にいいんですけども、うん、問題はですねこのやっぱりさ飯食っててさ、うん、この野郎っていうね、うん、話にね、うん、思いがちなんですよねこれ、えー、ちょっと出しますよ一緒あれでねでえーえー、っとこれかはい。 これね、うん、ええー、田総務大臣も N. T. T. 社長と会食をしていた。っていうふうに書いてあってですね。うん、こういろいろ書いてあります。はい、ね、いろいろ書いてあるんですけど。で、社員が告白、管理職になると、自民党入党を迫られる。こわっ。ね、うん、俺こっちの方が問題だと思うよ、うん。うん、これすごい。怖いね。うん。ずっぷずっぷやんけっていう。ね。で、えー、まあ、この本当に。 問題がですね、うん、非常に私は日本の発展を、うん、遅らせるので、うん、もう、ていうか、知り合いのネ,ネットベンチャーとかさ、あの、<laughs> IT 業界の社長たち、怒った方がいいよ、この問題ああ、どんだけ頑張っても、所詮無駄か、ってなるもんね。<laughs> いや、いろんな意味で。<laughs> うん、これ、簡単に言うと、インターネットを国家の利権にしようって話なんですよ。そうですね。はい 東京電力以外から電気を買いたいって思う人がいたらですね、いますかちなみに。俺はね、買いたい。買いたい。いると思うよ。だけどさ、無理なわけですよ。まあ一応発送電分離とかになってるけどさ、電気作ってんのはさ、東電だからさ、あの、あの原発事故とかでなんかテヘペロとかってやってる人たちですよ。だけどもう国益企業でどっかりそこに座ってるわけだ。だから、あの、責任もさ、税金で、 そうですね。あの、投じられるし、競争も起きないわけだ。で、はい、うん、まあ、そういう背景があるんですけど、はい、そもそも、この NTT の問題、うん、これはですね、楽天とかね、KDDI とかソフトバンクとかがですね、うん、総務大臣に去年ですね、いや、ありえないだろうと、うん、っていうふうに、この、 NTT ドコモのね、あの、完全子会社化、NTT による、あれおかしいっていうふうに、意見申書を出してます。はい。ただし、武田良太さんはですね、頭の中でですね、でもお前ら俺におごってくれてねえじゃんって、こう思ってですね、まあ、受け取っただけ、という状況にこうなっているんですよね。どう思ってね。はい。で、そういうのがあったから、楽天は、あの、1000億赤字、楽天モバイルで出してるからね。 あの、これやべえということで、はいえー、日本郵政。日本郵政は国の56%。うん、あのー、持ち株。持ち株持ってますからね。はい、で、なんで、えー、そういうところがですね、えっ、ー、と、組んでこう、生き延びるしかないと。うん、で、そこで2 0 0えっ、ー、とね、1500億日本郵政が出すんだけども、うん、追加で数百億。うん、テンセントが出してるんですよ。そう、テンセントというのは中国の。そうです。はい、会社です。大きいですね。はい、で、これって、 どうなんっていうことなんですけど、ちょっと NTT の歴史をね、皆さんにね、話をしておくとですね、日本電信電話公社っていうのがありました。これはですね、いわゆる国鉄、あと日本タバコ、そして日本電信電話公社ていうのがあって、参考社というのがあったんですよね。これがですね、1985年民営化。はこれ どの内閣で行われたか。うん、これはですね、中曽根さんなんですよ。うん、中曽根さんのこの民営化、ねはい。はい。ですね。はい。で、で、行われて、うん、で、移動体通信。うん。ね、当時はそんなに大きくはなかったけども、NTT ドコモ。はい。ね、あの、携帯電話ですよ。うん、ね、通信兵みたいなでっかいのを集めただけど、うん。まあ一応まだこの時期あったからね。はい。で、それを、あの、分離したんです。うん。で、それが、あの、ここにね、こう書いてありますね。えー 旧 n t t の資本的なあの支配やボトルネック設備から切り離す、NTT ドコモの分離、うん、完全民営化と出資比率を通じて、強大な NTT グループと競争事業者の公,平公正競争が求められてきた。というわけなんですよ。はいね、でその経緯がこれ。 これなんですよね。完全民営化と出資比率の低下。はい。こういううに、あの、NTT ドコモっていうのは、あの、66.2%まで NTT のね、あの、株主の比率を下げてきた。あ、それ、それでも、十六66%持ってたの。うん。これをどん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 、もっともっと下げていかないとダメだよね。完全に民営化しないからね。はい。はい。ダメだよねっていうのが、目的。うん。で、ずっとついてたのに、飯をごってもらったから OK。 いう話に今回切り替わったわけですよ。株じゃなくて、はい。で、これ、なんでなのかっていうとですねあの、何が問題なのかっていうと、はい、光ファイバーを NTT は持ってるわけですよね。はい、そうですね。で、光ファイバーをたくさん持っていて、実はですね、ソフトバンクも、うん、NTT ドコモも、KDDI も、はい、NTT のこの光ファイバーにお金を払ってるんです。 ああじゃあ NTT が基本一本勝ちというか、はい。そう、そういうことなんですよ。で、で、それでね、でも NTT ドコモが完全子会社じゃない頃は、はい、まだね、うん、あの、競争条件は一応あったわけだ。要するに NTT ドコモもソフトバンクも KDDI も楽天モバイルもそういう NTT の光ファイバーを使うときにお金を払っていた。はい、だけども、 これで完全公害社化になったとしましょう。そうするとですね、じゃあ光ファイバーの料金、今までの100倍っていうふうにしたとしよう。そしたらでも従うしかないですよね。でそうすると NTT ドコモもキャー赤字になっちゃうう？ならない。ならない。なんでかっていうとですね、NTT ドコモ赤字になりますよ。だけど NTT が儲かるから。まあファイバーがね。はいでそれがですね、あの この問題ドコモ完全会社によるこいルル NTT ドコモが、あーのー、要するにここで赤字になっても、NTT が儲かれば、結局一緒やんっていう。これつまり、えっ、ー、と、この下のバッテンついてる競争事業者っていうのが KTDI とか。とかソフトバンクとかってバクかはい。事業継続困難になるぐらい赤字。つまりですね。 NTT 強制なね、うん、あの、競争環境を用意しようというふうにやって日本の通信網っていうのはですね、うん、あの、それのおかげで孫正義さんとか出てきたんだよ。そうですね。で、あの、あの人ベンチャーですから。ね、次に、あの、京セラの稲森さんが、あ,<ー>あの、KDDI 第二電電を作ろうと、うんで。で、それでさ、あの、この要するに最初に紹介した完全民営化、公正な競争条件っていうのがなければ、はいはい 未だに電話代は高かったんだよ。そうですね。ね自由競争になってなかったわけだからそう。うん、ね。で、さらに言うと、日本のね、インターネットっていうのは、うん、2000年代はね、あの、まだね、世界で早い方だったんです。なんでなのか。ソフトバンクが頑張ったから。 あ、でも、そうですね。あの当時、早かった覚えありますね。簡単に言うと、歴史的な経緯を言うとね、まず、電話代がなんで安くなったのか。うん、これはまず、稲森さんのおかげですよ。それはすごくいろんなところに書いてありますね。俺、稲森さんとか、はい、あの、そこら辺のね、えー、あと何だったっけな、あの、千本さんっていう人がいるんだけど、うん、あの、ほら、えっ、ー、と、君がインターンでいた頃のさ、うん、あの、えっ、ー、と、 なんか、モバイルのパソコンあったじゃん。ああ、いいモバイルいいモバイル l い e m o b 作った人とかね。ええとか、あの、ああいう人たちがね、まあ KD、NTT とかから、公正な競争条件ということで、まず、電話代がどん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 安くなっていきました。その次に2000年代にかけて光ファイバーを引くとか、ADSL 回線を引くとかっていうのも、この NTT の支配がなかったから実現できていたこと。 だけど、残念ながら2020年、21年とか今の段階では、うん、知ってました日本のね、モバイル環境とか、えー、光ファイバーの環境ってね、世界の中ではランク低いんですよ。ただ、通信品質においては、はいあの、要するにブツブツ切れないとか、そ,そ,うね、そういう部分に関しては高い,あの高いので、うんうん、まあまあ,あの、金額はそんなに品質と比べるとめっちゃ高いわけではないと。うん、こういう状況。でこれらの我々消費者が、 携帯電話を変える。うん、ね。うん、インターネットが早くなった。はい、全部 NTT が民営化されて、かつ、ドコモが、あの、支配下になかったからなのよ。なるほどね。それのおかげで、日本のインターネットは、早くなっていったの。だから、私が YouTube を運営できて、ボタンポチでアップロードするのに、はいうん、ISDN 回線でね、<laughs> 一個アップロードするのにさ、テレ放題の時間じゃないとアップできない。もう懐かしいよね。ファアップローピーピーとかっていうに言って。ねえ。はい。で、それで電話代がさ、データ通信一個。何ギガというファイルアップするから、一個アップするのに50万円かかりますとかってなったら、毎日できない。ていうか見れない。ライブ配信もできないよ。ね。 うん、そういう状況にこれから戻していきますっていう、そんな簡単にそういう話。まあそういうふうに。これ今後もっと進化がなくなるとか、ね、そうです。うん、でさ、うん、そんなのさ、うん、あかんやん。まあ、うん、スピードで ASA に戻るってことはないけど、世界標準で見たら、はい、ね、6G だとかって言ってんのに、うん、俺の携帯まだ 4G だとか。うん、たまに 3G が入るみたいなね。<laughs> <laughs> そういう状況に日本はなっちゃいますよっていう。 公平な競争環境が用意されないと、ねうん、最終的に損をするのは消費者なんですよ。でね、このなんていうか、21世紀にさ、はい、インターネット抜きにビジネスやろうってさ、いやー、どうやってやるんですか、教えてもうそれは無理でしょう、美容直接行かなきゃいけない美容院だってネットで予約ですよ。ね、うん でそういう状況なわけじゃないですか。うんうん、そういう状況なのに、そこの一番の肝である、うん、まあ言ってみればさ、あの、石油とかね、うん、ちょっと前で言えば、うん、石炭とかを、ね、いいも,もう全部、あの、国が抑えてて、で、あの、高い料金じゃないと買えませんみたいな。そういう時代に逆戻りさせようとしてるんですよ、うん、これは。うん、だから利権としては美味しいからね。だから、これに関しては、うん、あの、 飯食ってた。けしからんじゃないんですよ。うん、そ,うそうですね。とんでもない。大問題なんですよ、これは。なんか、俺のネット会社の知り合いの社長とかもさ、うん、あんまり怒ってなくてって。てか、なんか聞いた何をあの、いや、NTT 消しからん、やばいこの業務日本はこのままであって。聞いたことないよ。ないでしょ。うん。 7万円の飯ぐらいいいじゃんみたいな <laughs> そういう言い方としてはないけど、まあ、でもあの特にこれに関して大変な危機だというふうに認識している人はあんまりいないねい、うん、いないでしょ、うん、でしかもさあの文春の記事によるとさ、うん、自民党 NTT がさ,あさ、ねはい、自民党ねあのまず持ち株会社の NTTNT、うんえー、東日本、うん、西日本ドコモの4社に自民党強制入党 強制なのね,ね、うん、いうふうに質問したら特定の政党への入党を進めていることはありませんっていうにうに一応言ってるんですけどうんまあ一応、ね、でも、そういう事実があったと、はい、こう言ってるのであれば、はい、これ、もう今回ポンと出てきました、うん。ね、この話が出てきたんだけども、はい、NTT はもう自民党一色だったってことですよ。ってことですね。うんうん、幹部クラスはっていうこと えっと、つまり NTT が、ああ、なんで接待してるのかって言ったら、うん、多分昔上司だったとか、そういうレベルでしょうんうん、うん、いやー、まあね、この文春の記事にもさ、NTT グループの皆様へと生じたね、うん、あのー、この、NTT グループ、あ,ーあの、社長、沢田社長からね。はいはい あの、メール私を始めて、えー、所管部は、省庁幹部会食において、当社グループの事業に関して何ら要請を行うことはありません、とかっていうふうなメールがさ、<laughs> うちにも、あのうちあれ込みがしてる。あっよ。こんなメール来たふざけんなっ,って。<laughs> はい。だからあれ多分、うん、NTT の社員の人たちは、うんうん、末端の社員の人たちは、うん、幹部が自民党ともずっとよろしくやってるっていうこと知ってたんだよ。あ、そうですね。 <で>うん、そんなことになってしまったらさ、うん、どうなっちゃうの、うん、日本のインターネットはいや実際そうですよてかあのー、うんそうねなんか本当に本当にそれだけで動いて飯といえばいいの,その、うん、接待で動いてんな政治嫌だなーって思うけどね,ねえ今昭和95年ですよ <laughs> そうですねあ<ー>そうですねいや本当にそのただ接待 でちょっとひいきしてね、うん、のレベルじゃないじゃん。うん、うん。あのもう、えー、パイプを作りますよろしくって感じでしょ。うん、いや,やっぱずーっと一党だけ与党が強いのってほんと怖いなって思うね。安倍政権が長すぎたからね。うんうこれは本当にあんまりあんまりというかもう致命的です。日本脱出を考えた方がいいです。そううですねこれからネットが遅くなって、うん、もう いやだからね、これだから NTT が嫌だから KDDI 使うとかってなっても、うん、結局そこ経由で NTT の光ファイバーに行っちゃうんですよ。うん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 。<ー>これでドコモが潰れることもないだろうしね。いやー、もう、あーなんかね、うん、自民党の支持組織である情報通信混和会に入会を義務付けられて現金徴収されるんですよ。うん で、さらに、街頭演説などの動員がかかって、年次有給空間を取得して参加しないとダメなの。<laughs> ああ、そうだ、そうだ、書いてあった。うん。NTT の管理職が。そうですね。はい。すごくないいやー、なんかさ、まあ、ある意味、ドコモに入ったら、将来安泰ってことだ。あ,あ。 転職するか。ね、<laughs> こんなことしてる時点で,でもう無理だろうお。おかしいな。ねおかしいな。俺、あのいつでも寄らば体重の影のね、影の方に来たいなっていう欲求はあるんですけど。<laughs> なるほど、ここまでしておきながら。いつも入れてくれないからさ、仕方ないからさ。無理だろう。うも。もう、バケラ、クネラ、石を投げて。クネラっていうふうに。<laughs> いやでもさ、うん、LTT の問題っていうのは、うん、大臣が飯食ってたけしからんっていうのはめくらましです。うん、これはうん、うん。そうですね。そうじゃなくて国家が民間会社を使って利権を作るという大問題なんですよ。しかもそれは今作られようとしてるっていうねう。で、しかもそれはもう自民党の、うん、あの、と、がっちり繋がってたっていう。うんうん、いやー、これでさ、アマゾンとか超えられるはずないよね。 もうダメだよ、これ、うん。本当にね。だから、この、うん、もう、で、これがまずね、利権問題としてね、これ大問題なんだけども、はいはい、次はね、うん、私のような、はい、ね自分で言うのもおこがましいですけども、はい、生運の志を持った、何何新進気鋭のですね、<laughs> 中年実業家がやる気をなくすわけですよ。ね はい。青年だってやる気をなくす。青年もやる気をなくす。はい。で、どういうことかっていうとですね、この、よくガーファの問題を私出しますよね。え、Google、Google、Amazon、Facebook、g a f a と言ってもいいですけども、このあたりですよ。このあたりの特徴を言ってください。簡単に言うとですね、すべて一台で成し遂げられた。そうですね。まあ、元ベンチャー企業みたいな。はい。で、国営の企業ありますかこの中で。ないね。ないでしょ。こういうところがね、日本版の ガーファみたいなやつがね、生まれてきて NTT を買収するとか。それが、大事なんですよ。そうですね。この何新陳代謝。ね。これ私前も言いましたけど、ね。例えば、出版業界を変えるっていうふうにこうずっと言い続けた。ね。あの、清水優子がね、うおーって大きくなってった。んこの度、めでたく朝日新聞に買収されました。万歳！ざって。だったらさ。あれちょっと逆じゃなくてみたいなね。 うちがさ、朝日を買収した。うん、岩波を買収した。ね。すげえ。<laughs> そういうのが新陳代謝じゃないですか。そう、あそうですよ。ね。ねもう小僧に買い取られろって感じですよ。ね。ね俺みたいなね、下品なね、うん、このなんだかよくわかんないバカ野郎に買い取られて、<laughs> それでも岩波書店が伸びちゃった。うん。うん、それがさ、 数回なわけじゃないですか。そうですよ。で、さらに、元岩波の人たちの給料も上がった。うん。いい本が世の中に出た。うん。それが大事なんじゃないですか。もう岩波じゃなくて、岩海だとかね。<や>岩大波だとかね。<laughs> いやー、いや、それ、それをさ、もう俺はね、うん、実現しましたよ、一個。あ、書籍をね、ちゃんと。岩波では売れなかった複雑さを生きるを、絶版しちゃったから、俺が買い取って、売ってるじゃないですか。うんはい、そうですね。これが、 大事なことなんですよ。うん、ね、でも、で、あと、これ。経済学の船で。船ではい、はい、ひろさん、経済学の船で。うん、前はどこから出てましたか。絶版になる前は。あ。はい。あれ、あ,あ,れあ,れあれ、あれ。はい。<laughs> あ、ちょっとね、あのー、ここに。 えー、一冊、中古で200万とかで取引されている。<laughs> あの、旧、あの、経済学の企画では。い。あ,あ、そうだよ、<の>これ。あの、ございます。はい。はい。はい。えー、このね、あの、こもうこれだけでアマゾンで売ったら6百万ですよ。万もう、すごいすごいでしょ。一ページ1万円ぐらいすいえっとですね、どちらの出版社が出されたのかな <laughs> うん。あなになにえー、っと、えっと、出版。<laughs> いや、たぶんね、それはね、うん、あのー、なんて読むのかなウッドウッド出版って書いてあるよ。ウッドウッド出版。だからローマ字で読むんじゃないんだと思うな。<あ>アルファベットで。アルファベット読み。ーえーっとですね、NTT 出版。あれれね。 ーバファイででできてるかもね、これ、経済学の船では流通されないんですよ。一時期中古本で200万とか値段がついた。でも、ひとつ万冊みたいなベンチャーがなかったら、皆さんは3万5000円で買えないんだよ。動画もつかないんだよ。動画もつかないやつを、 10時間の動画つかないやつをですよ。しかも中古で、このなんかちょっと汚れたやつを仕方なく買うしかなかったんだよ。そうですね。NTT 出版から。NTT <laughs> 出版すらも出さないよ。<laughs> はい。それ、だからもう起き、起きてるじゃん。ここですでに、この NTT の弊害っていうの。こ、うん、れが起きるんですよ、これから。ね、インターネットで。もう、巨大な、もう、俺だからもうこの件に関しては、けしからん、本当に。<laughs> いやでも実際そうでしょ。もう完全に俺スが嫌いになった。ああ<ー>うん。ああ<ー>。もう、スガダメ。この件も致命的です。そうですね。東ーク新社の件ぐらいではね。あっにスがもう本当にもうスガーリだと思ってたけどもうスカーリンかぐらいの、ねはい。はい。ね。はい。あの、思ってたけど、魔人だと思ったら鉄人ぐらいだったなって思ったけど。うん クソだね、今回はあそうク<ソ>人ですらなくなっちゃった。最悪ですいやでもこれはね、まあこ、これだけじゃないですね、さっきちょっと最初に言った、の話もそうだね、そういうふうにさ、じゃあなるとねあの、皆さん考えてみてくださいよ。 ね、こうやって一生懸命ね、頑張っても最終的に、うん、あの、こんな風に NTT とか利権化されたもどうしようもねえやっていう風になるところでさ、はい、やる気なんか出るか出ないだろう。出ないでしょ、うん、だから、ベンチャーのさ、トップだった、この楽天が日本郵政とテンセントから出資を受けるわけですよ。うん、そうなのよね。ね。まあこれ俺が言ってたようなこととちょっと似たようなことをね、うん、この大学の教授さんがね、書かれていて、あ,はいえー、あ、なるほどな、という風に思ったんだけど、 えっと、語気を荒立てないようにしてね。はい。あの、<laughs> ま、ここがね、あの、日本郵政とか中国ネット大手のテンセントなどから引き当てをする2423億円を調達したと。うん、で、最大の引き当て先が、まあ、1500億円の、この日本郵政なんですよね。で、確かに、あの、ビジネスとしてはね、あの、戦略としてはそれはあるかもしれない。うん、だけども、 政府過半数の出資会社に資本注入の異様さ。うんうんうん。まだ日本郵政はね、50%以上が政府ですから。ねこのね、あの人も指摘されてるけども、うん、結局これって、携帯電話料金の引き下げで苦しむ。うん。楽天を救済することなんじゃないかと。うん。っていうふうにね。さっきのやつですね。 はい、言ってたわけですよ、はいまあ。ちなみに私、楽天モバイル、正直使って、ね、使ってない、ね、ないし、うん、あのー、まあ、しょ、なんか別に楽天という会社が好きかっていうとさ、俺はそんなに好きではないですよ。まあ、それは個人の問題だね。まあ、そうですね。だけど、うん、もし、こう、強制、公平、ょう公平な競争環境が、はい あってですよ。うん、楽天モバイルが NTT ドコモを買収して、NTT ドコモの半額で、うん、あのー、あ<ー>よりさらに速いスピードを持ったモバイルを出せていればですね。どうですか嬉しくないですかそれこそが自由競争でしょね。うん、れなのに、その、もうこ、根元の根元をさ、首ネックをさ、ぐーって掴まれちゃったわけ。今だから、あの、楽天もソフトバンクも k t d a も、 ってこうなってる状況るよねね、状況になっててで意見愚痴書出してもお前おごってくれなかったじゃんっていうふうに言われてペッてされているわけですよねでそういうふうに追い詰められたから日本郵政と組んだのでもこれはさ要するに一月つき万冊がさ頑張ってさ本出したりとかね YouTube とかでやってるけども Google ジャパンは政府がですねはい 出資しましたまあそれ面白いけどね全然使えなくなそうだね。ねそういうふうになってでここであの本を売るっていうことになったら必ず取り次ぎを通しなさいね複雑さを生きるね経済学の船でこういうね全部日一を投資なさいで再販制度の中でやりなさいって言われたらさどうなんわれわれは何のためにやっとるのよって話になりますわなもうやめます番組ねでもそれが携帯電話業界と インターネット業界で起きてることですよ。そうですね。もう、本当に腹が立つ、これは。いや、やっぱなんか、<う>楽天ももう、ベンチャーじゃないんだってこ思う、ね、だから、から日本の、あの、社会では、どれだけ創意工夫、うん、リスクを取ったとしても、最終的にできることっていうのは、国家に買われて犬になることだってことだよ。いや、だからもう本当、ベンチャーというものに対してのファンタジー、もう、ベンチャーってファンタジーなんだなって思っちゃったね、これは。 もちろんなんなだっけ堀エモンがさ、フジテレビ買う、買わないの話があって、その直後にその逮捕されてってのがあったときに、うん、あ<う>にあ、ベンチャーって潰されるんだなってやっぱ思ったけど<ー>お、なんて言えばいいの、あのなんかこういうふうにベンチャーが、ベンチャーと言われて、まあいろいろと火災を受けていた企業が、結局、大手に、大手っていうか政府か、長いものに巻かれて尻尾を振るのかっていうのを見てると、なんかすごくむざむざと。 悔しくなりますねもうね悲しい俺はもうああでもそうでしょだって清水さん会社立ち上げたの2005年,5年2005年2十八日。そうそうそう <laughs> <laughs> みんなが仕事収めなしさあ仕事するぞ <laughs> <laughs> やばいも清水さん的 <laughs> えっあのフジテレビのさ、えーうん、じゃないや ホリエモン逮捕の事件はちょっとそれより前だっけ、うんえー、オリエモン逮捕とかなんか揉めった頃だよだからまあ<体>そうベンチャーがすごく、うん、ベンチャーっていうものが元気があって今後すごく期待が持てると言われたのが2000年代なんですよねクソだよいやー悲しいですだからもう完全に日本では創意工夫も起きないようーんでヨラバ退治の影が加速するよ立場主義ですねああもうどんどんどん,どん,どんあの加速していって終わるよ いやーでもそうだと思うなもう日本は後進国確定。<laughs> もうこれ NTT がね、うん、あのー、こんなこと続けるんだったら、うん、俺は絶対もう5年、10年以内、下手すると2、3年以内に、うん、もう外国行きます。うん、ああ、ね。でもチャンスがないからね。何をやったところでどうせ潰されなんだ、ほら、本当とに。 ありえないだろう。うまあ、またこっちも別にね、あの、世論の退治の影はしたいけれども、だからといって自民党にこう、尻尾を振って飯をおごりたいとは思わないなっていうね。思わないな。思わないね。クソだよ、そんな、うん、もう、だからもう、みんなわかって、この問題。<laughs> この問題。<laughs> この問題、すごい地味に見えるけど。ご飯をおごってもらったっていうのは、関係ないんですよ。ないねー。いや、そこでね、例えば、うん あの、缶コーヒー飲んで決めてた話でもダメなのこれは。まあまあそうですね。<laughs> 結局あの、そういう関係性だというだけでもうダメですからね。しかもさ、今回の文春の記事によるとさ、うん、なんか、この NTT ではね、まあ、NTT の人たちも見てると思うから、うん、現場の人たちにね、あの聞いてみたいんだけども、NTT っていうのはさ、NTT 西日本の幹部が明かしたんだけども、うんうん あの、NTT で管理職といえばね、うんうん、社内資格で参与、担当部長や参事担当課長と呼ばれる社員のことで、うんうん、それぞれ A、B に分かれて、A の方が格上が、 だと。うん、だけども、3時に達すると。3時 B。ね、3時 B に達すると、自民党の支持組織である情報通信、混和会、入会を義務付けられる。義務付けられたからね。現金を徴収されると。で、さらに、選挙の時には街頭演説なの動員がかかって、年次有給休,休暇を取得して参加しなきゃダメ。うん。完璧にもう、これ、飲み込まれてんじゃんね。 で、しかもですよ。うん、で、毎年秋になると、ドコモの幹部がね、うんはい、あの、言ってるんだけども、毎年秋になると、各、あの、部の総括部長が責任者となって、管理者会議で自民党に入党する指示が出される。うん、ね。参加の部下長に、党員申し込み書という黄色い紙が配られる。うん。勧誘行為はメール禁止。すべて行動。<laughs> 要するに、まあ、どういうことかいうと残っちゃダメってことでしょバレないようにやれよっていうことですよ。うんうんうん さすがそこ NTT ですね。いや、そうですね。<laughs> あの、ちゃんと <laughs>。データにはうるさいがね。そこら辺はね。<laughs> あの、やっぱりっ、えー、自民党の政治家よりはそこら辺は、ちゃんと分かってて。<laughs> 残さない。あの自民党の政治家もデータの扱いが重くない。そ小学生以下かっていうレベルでそうで、ねまあ。そっちの方が、あの、すぐ分かっていいんですけどね。うん、いや、だって、あの、河合案里のさ、あの、事件でもさ、夫の河合克行がさ、あの、お金配るさ、あの先のリストをさ、確か、案里あ アンリ2019っていうフォルダを作ってそこに <laughs> わかりやすい <laughs> ありがとうって感じだよね。<laughs> <laughs> お前はアホなのかっていう <laughs>。でも n t t はそういうことしげ、はい、メールはダメだぞってうこう言っていてですね。はい、だからね。会費は家族一人分を含め年間6000円。ね。各部でノルマを背負わされ、部内で何人か入党したか。<laughs> 管理される。管理されると。怖いでしょこんなで、 で、その、この幹部は、沢田氏が社長に就任した翌19年の秋の出来事を鮮明に記憶していると。うん、この年は、例年よりプレッシャーがすごくって、一度目の回収で回収率が悪いと言われて、うん、上層部から最後あんまり言いたくないのが頼むから入ってくれと。督促た自民党に入ると。うんうん、NTT は自民党とべったりの利権団体なんだかやらやるかいっていうふうに言ってるわけですよ。すごいですね。政教の自由とは。 会議でも複数回依頼され、うん、何人か気持ちが折れ会議後即時現金を支払いに行った。うん、ね、うん、で、ここで憲法学に詳しいね、あの、あの大学教授の植脇さんっていう人が言ってるんだけど、うん、入党の意思がない社員が党員になるように強制されているのなれば、実質的に憲法上の結社の自由が侵害されていることになり、結社しない自由、つまり入党しない自由が含まれますから、えー、直接的には民法上の構造領属違反、うん、裁判になれば入党自体が無効になり、党費返還という。 だから、これ、データ残してないから。いやだ、でもほら、あの、い、当費、もうこういうふうにされたんだと。まあね。NTT の幹部がさ、100人いるのかね、うん、500人いるのか、うん、1000人いるのか知らないけども、うんうん、今から集団訴訟するべきだああ、そうね。で、そうじゃないと、うん、NTT にとってもダメなんですよ、これは。うん ていうか、あの別にもう NTT なんかソフトバンクとかさ、20兆借金せよって今頑張ってるんですよ。<laughs> あの人はそういう、そういうもう経営の仕方だからね。ね、NTT なんかそれに比べると全然有料企業だよ。うん、ね。うん、で、そういうね、あの、どうせ安泰なんですよ。うんうん、だからせめて公平に競争しておかないと、はい、ね、あなた方の会社の発展も阻害されて、 あなた方の年収も下がるんですよ。<も>だから、うん、集団詐称した方うがいいよ、こんなの。うん、でも、多分、会社の発展に関しては、もう自民党がついてるからいいってことでしょいや、だから、その自民党がついている発展っていうのは、自利品ですよ。じゃもちろんそう、はあ。もうやだ、もう、ほんとに、もう、やったいやだ、もう、これ、本当に。やっぱさ、これ思うのは、うん、これでね、じゃあ、例えば、自民党にみんなが、えー、なんでしょう。幻滅したっつって、うん、じゃ例えば、立憲民主が、 あの政治の与党になりましたっていう風に言ってもですよ、まあ、思い出されるのは3.11ですけれども<ー>あの結局、まあ、いろんな利権が引き継がれなかったから。 あのブーブー言って、官僚がなんだかんだ、あんまりちゃんと働かないっつってなって、えー、国民の不満が結局たまり、また自民党に戻るっていうのがさ、なんとなく見えると考えるとすごい嫌だよ、ね、だから次の政権交代で、うん、次の政権交代で次の選挙で NTT 解体ってね、うん、あの NTT をぶっ壊すって。<laughs> あのもうあの例えば、あの橘さんが、ntt NTT をぶっます、NTT をぶっ壊すってったもう俺、それ投票しちゃうもん。<laughs> <laughs> ご覧になってらっしゃるんですか <laughs> いや、もうい、あの、維新が、あの、NTT ボッカーズとかっていうふうに言ったら、もう投票しちゃう。うちょっと嫌だけどね、正直。あの、だけど、それぐらい大問題ですよ、<laughs> これ。いや、そうね。だから、あの、せめてちょっともうちょっとまともそうな野党がですね、あの、まあ、別に、あの、維新だって、維新が、あの、ね、えー、応援してる方も見てるかもしれませんけども、あの、 なんか立憲のさ、お座とかがさ、この小沢さんとかと組んでさ、これやんないと、やばいよ、これ、うん。なんかそんなにこう、なんて言えばいいのあの鋭とく切り込んでないもんね。今、今、文春党が一番強いんじゃないの <laughs> <laughs> ねえ。はあ、もう。でね、うん、あのじゃあ、一通りですね、はい、あのサービストークをしました。サービス がサ自民党消しからんっていう視聴者のニーズに答えそうねこれは真実なんですだからですねああのま最近私がですね生きるための日本史っていうのをね出ししままたあ清水さんが出したっていう私が出したんじゃ私が売ってますはいね安富さんが出してでこれには動画講義もついてるんだけども5000円だと1時間だけなんだけども2万5800円バージョンを出すとねすごくいす ね、もっとたくさんついてくるっていうやつをですね、はい、今撮ってる最中なんですけども、あ,はい、あの、まあ、これをですね、あの、ちょっと皆さんにね、えー、伝えておきたいんだけども、これ結局ですね、なぜこれが起きたのかっていうと、立場なんですよ。うん、<う> NTT の話ね。そう。いや、そうですよ。そう,なんで,すそうですよ。ね、だってこの文集の記事も書いてあるけど、俺は自民党にくっついて、チューチュー吸ってやるんだ、うん、だからお前も、あの、ちゃんと自民党に入会しろーっていうふうに。 いいう,うに書いてありましたなかったね。な,たねなんかもう頼むから入ってくれと。も仕方ないんだよ。ごめんね。6000円ぐらいだからさ、頼む頼む。お願い,ぐらい。ね。っていうふうに、ね、俺も上から言われるんだよでしょ、ね。俺の立場,立場が、立場が、立場が。自民党さんにもさ、<laughs> そ,うそ,うそ,うそ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 う。ね、自民党の立場があって。 で、そこから NTT の社長に降りてきて、社長の立場がっていうふうに言うと、別に沢田社長とかもさ、うん、あの自民党素晴らしいと。ね自民党はね、あがあのきちんと与党を続けてですね、日本は核武装をしてですね、で、さらに憲法改正せればいかんとかっていうふうに別に思ってるわけじゃないと思うよ。うんね そんなんもっとしょぼい話で。そうですね。ねで、その NTT の社長たちから役員の立場があってですね。うん、役員の立場から幹部の立場っていうふうに降りてくるわけですよ。ね。で、その、もう仕方ないなって書いてる人たちの中で、でもこれ書かなかったらな、出世コースとかから外れるしな、ああ、家族がいるしな、嫁さんに怒られるしな、とかっていうふうに。 立場、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 立場っていうふうに、この5回ぐらいですね。それを繰り返すと、日本が崩壊するんですよ。そうですね。だから、多分こう、何いいじゃないのよ。別に自民党ぐらい一番最大与党なんでしょつって、共産党に入るとかじゃないんだからさ、ってさ。別に、しかもさ、お金払えりだけなんでしょとかっていう。6000円ならいいじゃないのよ。あなた高級鳥なんだから。そう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 。いやー、いいわね。ね。で、ここでですね。だから、そういう立場が、皆さんを苦しめていて、ね。で、そして、 日本を滅ぼす。はい、だけども、簡単に言うと、その、いや、あいつのメンツを立てなきゃなとか、あいつの立場があるしなとか、自分の立場があるしなっていうのをやめるだけで、日本は救われるんだよ。うん、ねその、悪しき循環が立たれるわけですから。そう。そうすごい実はね、これ、巨大な話じゃなくって、個人個人。個人個人のしょぼいことをやめたら、うん、解決するっていうですね、すごい、 解決の仕方は楽そう『瞬間文春』の今回の記事に出てきた人が全員小物だったって話だうんえあの武田良太も含めてそうです、ねはい、自民党も含めて <laughs> みんな小物、うん、でもその小物が積み重なると日本の国益を破壊するそう,いうことです、ね、しかも楽天にさ、うん、テンセントがさいやテンセンセトが一番、ね、入ってるっていうのが何かこう ないっていう感じだや怖いなっていうふうに思うよ。テンセントすごい本当大きくなってるから、ほら、ゴジラのさ、最新作あったじゃん。あの、キングオブ・モンスターズだったかなそうそうそう、海外の方の最新作。あれにも出資をしてしてます。してます。から、キャストの一人もえっと中国の方いらっしゃる。あ、絶対いる。そうそう。だから、そういうふうな中国マネーを入れてもいいのかっていう議論もあんまりされてないわけですよ。 なんかねー、こう、でね、昨日私、あのーえー、あれやったんですよ。どれあの、ライブ配信。あーあああ。ね。ああ、の、片岡さんとね、やってね、うん、あの、NTT、うんえー、総務省接待問題、うん、あの、納得できる人、納得できない人っていうふうに統計を取ってみたうん、うん、で、そしたらですね、えー、100対1ぐらいでですね、納得できないっていう風に。 ででもそれななんん要するに、あの、ま、要するに、単純に要するに、今回の、あの、ま、あこれにさ、付随する話を聞いてみたんだよ。はい。武田総務大臣も NTT 社長と会食してましたっね、これ、あの、納得できる、できますできませんっていうふうに、まあ、それ納得できないのが多いだろう。シンプルに聞いたの。うん。ね。うん。ああ、なるほど、なるほど。ほう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 う。へっていうふうにね、思ったんだけども、もう一個聞いてみたんですよ。なんじゃ。はい。 それでは皆さんに聞いてみたいと思います。うんねえー、そのね、会食、うん、断ったら出世コースから外される、左遷される、取引を失う、ね、仕方ない、あいつに嫌われたら次の商売うまくいかないなとか仕事めんどくさいな、まあ、しゃーないか。っていうふうなことがあるわけですよ。自分が同じ立場に置かれてね、 同じ立場っていうのは別に総務大臣になったらじゃなくて、あるでしょいろいろ。そういう付き合いのね。そういう付き合い。ね、本当はあんなさ、人と飯食いたくねえんだけど、食っとかないと、断ったらなんかめんどくさそうだなっていう時になって、断れますかって聞いたのよ。断れない人は結構。そしたらさ、す,すっごいもう、いやもう本当素晴らしいだと思ったんだけど、うん、すごい正直に断れません、断れません、断れません、断れませんって言うよって。でもそれを自覚することは大きいからね。いや、すごい。いや、だからありがとうっていうふうにね。 言ってまさにそれなんだよとねみんな思い覚えがあるんでだからそう、うん、でそれが積み重なっていくと今回の件になるんだよとうん、うん、であなたの人生が苦しいのはそれのせいなんですよっていうそうですね,ねだからまさにあの今回の話は例えばね菅さんがね、うん、これだったら俺菅政権支持するよ で、あの、菅さんが、まあ、総務省出身だからさ。総務大臣らあ、そうですね。だったから、NTT を支配すると。うん、で、これによって、NTT 経由でね、あの、選挙資金をね、裏金で、インサイダー取引でね、あの、<laughs> 2000億ぐらい作ると。<laughs> で、さらに NTT の情報戦を使ってですね、はい、この、安倍、麻生をぶち倒し。なるほど、なるほど。日本を乗っ取ってやると。<ー>これぐらいの大きな野望を持っているのであれば、どんどんやるれた。 ああなるほどね。あの、うん、彼らの、その、何、通話記録全部よこせと。そう,そう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 。<laughs> 通信の秘密あわ <laughs> かってるのかね <laughs> 私は内閣総理大臣である。この前のキャビア美味しかったな。っ,っていうに言ってるぐらいだったらいいんだけど。なんかね、どうもそうじゃないのしょぼいのよ。<laughs> ちょっとかっこいいね。ダメだ。我々ちょっとロックすぎるから。だってさ、菅聖悟をトーク社に入れてる時点でさ、あれ何なのかっていうと、ミュージシャンをやってたと。菅聖悟はね。でだけど俺も大事になったんだから、お前もちょっと俺の立場もあるから、見え、立ち。ちゃったさっていう程度の話なんじゃなですよ。そういう意味では、長もスカリン。いやー、そうだね。あれでさ、スカリで息子にさ、あの、 政治家なんかぶっ潰せみたいなこうシリアルフォンとか出させてたらさ、<laughs> やるなって感じだけどね <laughs>。いや、だからね、今回の件は、そのご飯食ってたっていうのが庶民感情的にけしからんと。ね。いや、そうだよ。13万円のワインって何っていう。うん、ね。うん、俺は思うよ。うん、腹立つよ。酒も飲まないしね、<ー>我々は。だけど、はい、さっきも例えましたよね、この、これ。 NTT 出版から出たんですよ。で、こいつ絶版に仕上がったんですよ。で、さらに、読みたい人がいるのに出さなかったの。そういう、なんて言ったら、硬直化した組織がインターネットに訪れてみてください。最悪じゃないですか。そうですね。つまんない、ほんまかにないであの私みたいなベンチャーがなんでね、じゃあこれ、復刊しましょう。新しい形でできるかっていう、できたかっていうと、それは、あの、 出版業界の立場とかを気にしなかったからできたんだけど、ね、これがさ、インターネットでこれからこういうベンチャー的な発想が生まれなくなるとしてみ どうなる日本、ね、ださあやっぱあのネットっていうのはすごく、まあ、80年代、うん、90年代かぐらいに出てきた時にはまだ進行でさ、うん、だ今で言ったら例えば VR っていうのって、うん、まあ我々みたいなゲーム業界やってる人間にとっては結構もう浸透してるけど、うん、まだビジネスとしてはそんなにじゃん。うん、で、えっと、例えばじゃあ VR で新しいことをやったり、うん、VR で世界に打って出てる人っていうのをたくさんいるわけだけど、うん、でもじゃあ例えばそうやってあのあもうインターネットの世界じゃだめだと うん、俺はこっちで行こうっていうふうに言って、えー、なんとか自分の生きる道をさ見つけた人がやっぱりこれも、うん、お飲み込まれたりとかねだって NTT 抑えられたらそうそうそう全部できないからこれからあの家の前の道路歩くことに金取られるもんですよですねそうですよ本当に。あに税金だけじゃなくねだからこの安富さんのねこの,たにあの新管っていうのはね、うん、立場、うん、あなたを苦しめたのは立場なんですとうん、うん、っていうふうに こう書いてあって、かつそれがね、あのすごく大事なあのポイントで、私はこれを出版業界の立場を無視して売ってるんですよ。はいね、ご協力いただいただ、政党者さんには。ごだから、生徒者さんもね、すごくあの勇気あるなって思いますよ。だけど、こ,うこれをねあの、立場を無視した売り方をね、はい、こうやっていてで、こういうベンチャー的なものが生まれていかないと。 ダメなんですよ。そうです。新陳代謝はない。私はちょっとまだね、NTT をさ、うん、何 ?NTT をね、あの、子会社化するふざけるな。俺が日本中に仮に光ファイバー引いてやるとかね。そういうのは、<laughs> すみません、できない。<laughs> ちょっとそれはひじひ人離れしてるなちょっとできないんですけども、うんうん、出版業界でささやかにそれをやりたいなというふうに思っているので、それの応援のためにね、買ってほしいし、それが皆さんを苦しめている立場。うん のね、あのそして日本を滅ぼす立場っていうものから抜け出す一歩だと思ってこれを活動してるんですよ。なのであのぜひねあのうちの,その出版業界を対してやってることっていうのは、うん、まあだからこういうのがさあのソフト通信業界における孫さんだったわけで全くですだけど今回こんな風にね首根っこつかまれたらやりづらいだろう、ね、もう孫さん 海外出ちゃうんじゃないでもそもそもそもあんまりそんなに日本から出ていっちゃうんじゃないねえ。そういう流れでね。まあなんで、あのひと一月万冊特別バージョンのねあの生きるための日本史この D、うん、おかげさまで売れておりますけど、私これ500冊。 正当社から買い取って、動画つけて売ると、はいうんで。このね、試みはですね、あの、ちゃんと売れたら、著者さんだけじゃなくて、今度出版社も儲かるそうですね、生徒、ね、者さんも。ね、あの、正当者さんも儲かって、著者さんにもちゃんと還元されて、一月満万札をね、あの、絡むとですね、いい本が生まれると。うん、っていうことになったら、うん、いろんな出版社さんが一月満万札と組みたいと。そうですよ。思う、ね、ようになるわけですよ。 ね、でそうなったら、あの、ちゃんと出版社さんも著者さんも喜ぶ形で、はい、皆さんに本がお届けできて、あのし、仕組みを変えていけるわけですよ。うんうん、立場を無視する人間が。ね。うんうん、だからこそ大事なことなんです。だから応援してほしいなと。はい、で、えー、この本がですね、とか、あの、経済学の船、あ、これ、やっぱり経済学の船で、えー、がね、あれ、こっちのとか NTT 出版からこれ、これも買ってほしい。NTT 消しからんっていう人は、 これがそうだな。二億冊れるとですね、七兆円なので、<laughs> 私がどこも買い直します。<laughs> やば二億冊ちょっと日本の人口を超えちゃった。<や>ね、で、取締役に安飛び相手を送り込みます。おー超えー、もうすごいねー薬品報酬1億円くらい払うかやっといてやいや、多分馬でしょ。薬品報酬馬。酬馬は、ま馬ま、毎年いい馬を、つって。 いやあ、もうだからね、だから経済学の船でも買ってほしいけど、生きるための日本、あの日本酒も買ってほしいなと。だからこういう立場を無視した人間が、ね、なんで皆さんこれ見てるんですか、うん、テレビを見なくなったっていう人多いでしょうで、うん、ね。で、安富さん、ね。で、うがやさん、本間さん、佐藤さん、コンさん。皆さんやっぱり、立場とかさ、そういうのをさ、損度せずにやってる人たちばっかり。だから見てるでしょだからテレビなんか立場の集合体だから。そうですね。ね だかこういうのが生まれていかないとダメなんですよ NTT、うん、問題はもう本当にもう下手すると俺日本で一番危惧してる <laughs> いやでも、うん、いや孫さんの方が危惧しておいてほしいけどねあ、まあ、孫さん孫さん、まあ、孫さんも諦めてるんじゃないもん <laughs> どうだろうもうやだもう知らないって稲森さんとかもね,ね<ー>どうだろうね2億冊売れた l t t とかも <laughs> 誰か <laughs> いやいいねいいねいちょっと面白いね2億冊ね <laughs> <laughs> はぁ、あ そそそんななに書籍流通してていいいけどなそもそもニューヨークっていやいや日本党派をそもそも我々通さないからあまあそうだね、はい、壊していかないと常識を腹立つ本当に本当にね今回また熱を込めて喋ゃりましたねさすがこの業界の人間だもんな <laughs> しかもベンチャーだもんなうちらな <laughs> 何なのこの我々の10年20年みたいな感じになるよね <laughs> あ最近確定申告をやってですね 税金を払って、税務署爆破したくなったんですけど。いや、税務署は本当税金、うん、決算とかやるたんびに破壊した,くなったんです。この金が、お前らっっ、お前らに、NTT とかにも流れるのかって、本当もう。<laughs> 破壊したところでどうせ修繕費に使えないよに。はい、えー、そんなわけでですね、あの、買っていただけると嬉しいな。NTT 出版から買っといてよかった。<laughs> 判券<件>。<laughs> ね、<laughs> まあ、それは経済学の話題だけどね。はい、それでは、今日も読書、チャンネル登録といいね。 お願いします。あとですね、あのー、これ、現金じゃないとダメなんですかと。要するに、このね、いつも出してる、えっ、ー、と、こっちのカンパの、振り振込先じゃダメ、あのー、ダメなんですかって、クリストカードじゃダメなんですかっていうふうに言われるんですけども、うんうん、すいません、ダメです。今はね、ちょっとっはい、えー、よろしくお願いします。そんなわけで今日も読書、チャンネル登録といいね、よろしくお願いします。